僕は今神奈川県は横浜市横浜駅に来ています。撮影日は2024年9月26日、現在時刻は6時35分ということで、これから丸の内にある職場へ出勤という設定でやっていこうと思うんですけど、そろそろ通勤ラッシュもピークを迎えようとしている時間帯、ただいま入線してきた東海道線は15両編成というおそらく日本最長の通勤電車となっていますが、それでもなおご覧のように立つのがやっとというくらいの乗車率、プラス750円を支払えばグリーン車という上級席に行けなくはないですが、おそらく空席はなく、どちらにせよ立っていくことになるでしょう。今回はそんな過酷な満員電車を回避できてしまう隠れた救世主に乗っていきたいと思います。早速本題の列車のご紹介、それがこちら、電光掲示板下に出ている横浜6時45分発寝台特急サンライズ瀬戸出雲号です。サンライズといえば視聴者の皆さんほとんどご存知かと思うんですけど、東京と香川県の高松、そして島根県の出雲市駅までを結ぶ夜行列車で、ほとんどの客室が寝台料金というとても高額な料金を必要とするんですけど、唯一のびのび座席という寝台料金が不要の設備がございまして、横浜東京間はなんと驚き850円で利用できちゃうんです。普通列車グリーン車との差額はわずか100円ですが、車内設備はいい意味で全く違います。さあでは乗車位置に整列と行きたいところなんですが、サンライズ用の整列位置は残念ながら貼られていませんでした。まあ確かに本来の使用用途を考えれば当然のことです。ただ一応ホームの先端には小さくサンライズの停車位置目標があり、ここから逆算していけばなんとなくわかります。瀬戸川ののびのび座席は12号車なので、停車位置目標からだいたい40メートル後ろで待機しておきましょう。とここでやってきたのは特急湘南号、定期では数少ない横浜駅を通過する列車です。というわけで7番線に東京駅までお世話になるサンライズ瀬戸出雲号が入線してきました。オール2階建ての14両編成、やっぱとてつもない存在感がありますよね。ホームに整列するサラリーマンたちを横目に乗り込んでいきます。僕以外の乗客はパッと見いませんでしたね。ちょっとしたVIPになった感覚です。このホームで出た車両番号6番13番に2箇所ございます。関東では聞き慣れない JR 西日本のドアチャイムでドアが閉まり、通勤客であふれかえる横浜駅を発車です。東京駅までの所要時間は20分とちょっと、短いですがサンライズの旅を楽しんでいきましょう。それでは気になる客室のご紹介です。まず普通列車グリーン車とは異なり、全席指定となっていて自分のスペースが確約されております。そして居住スペースの方がこちら、いろいろ突っ込みどころ満載だと思うんですけど、窓側には仕切りが設けられていて、ここだけ見れば実質個室、流れゆく車窓を独り占めできちゃいます。そしてのびのび座席の最大の特徴はその名の通り、こちらのフルフラットシート、足を思いっきり伸ばしてのびのびできちゃうんです。占有面積としては横幅がだいたい82、3センチほど、縦幅に関しては190センチほどで、グリーン車どころか JR 最高峰の設備であるグランクラスより占有面積は広くなっています。さらにさらにアメニティも超充実、シーツがピシッと巻かれた毛布と、使用用途が全くわからない枕カバーまでついています。ってことでふわふわの毛布に包まれながら、ストレスどころか幸福を感じながら、東京までゆったりと睡眠をとりながら通勤ができてしまうわけですね。実は1点重大な欠点があったりするんですが、これだけの素晴らしい体験ができて料金はわずか850円、もはや使わない手がないくらいです。列車はどんどん東へ進んでいきまして、ただいま鶴見付近を通過中。右下から合流してきたのは相鉄 JR 直通線としておなじみ東海道貨物線。もう少し進んだところで武蔵小杉方面へ左へそれていきまして、東海道本線の方は川崎駅へ至ります。ただしサンライズ号は通過。
その後は多摩川を渡りまして東京都へと入っていきます。東海道線は大船から実質福井線であり、並走する京浜東北線が実質東海道線の各駅停車的立ち位置です。ただいま列車は大井町を通過しているところなんですけど、当駅を過ぎた直後、進行方向左側に見えてくるのが東京総合車両センター。こちらは地上と地下の2層式の車両基地であり、山手線の車両が所属しています。続いての通過駅はあの東海道新幹線のぞみ号も全列車止まる港区のターミナル駅、品川駅です。将来的にはリニア中央新幹線の起点となり、また2030年代半ばには東京メトロ南北線、都営三田線が白金高輪駅から当駅まで延伸する計画があり、今後はさらに成長していくはずです。サンライズは長距離を走るという性質上、遅延が発生することも多々あり、あまりにも遅れて他の列車の運転に支障が出る可能性がある際は品川止まりになり、そのまま進行方向を変えることなくこちらの田町の車両基地へ入線させることもあったりします。というわけで現在時刻は7時28分、20分遅れで終点の東京駅に到着しました。普段だと8番線入線なんですが、撮影日は遅延の影響からか9番線に変更されていましたね。いやー、通勤ラッシュだということを忘れさせてくれるくらい快適な横浜東京間の移動でした。横浜在住千代田区勤務の方はぜひ利用してみてくださいと言いたいところではあるんですが、なかなかうまくできていて、定期券だと残念ながら特急券を買ったとしてもサンライズは利用できませんので、そこだけはくれぐれもご注意ください。あとどうでもいいことですけど、冒頭のワードは全部嘘でして、この後は丸の内に出勤ではなく帰宅して就寝し、起きたら午後4時半でした。皆さんはくれぐれもこのような自堕落な人間にならないように気をつけましょう。